はい、皆さんこんにちは、マダルゲルクチです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。アムロはじめヒーローたちがそれぞれパワーアップして再び本部に戻ってきたところからになります。皆さん揃ったようですね。ちょっと待った、こいつ一体誰だ。太郎ですね。僕東光太郎と言います。ウルトラマン太郎です。よろしくお願いします。東光太郎、紛らわしい名前だな。俺は南光太郎だぜ。こんがらがっちまうだろう。じゃあ僕は東だからトンちゃんと呼んでください。あなたは南だからガンちゃんですね。なるほど、トンちゃんです。ナンちゃんです。二人合わせでトンちゃんナンちゃん、トントントン。で、俺たちは漫才師か。まったく、いいか、お前のことは太郎と呼ぶぞ。俺は光太郎で通す。わかりました。いいコンビだなぁとアムロがつぶやいてます。太郎さんのことはダンさんから聞いています。ゼウスの正式メンバーとして認めましょう。それよりも大至急で皆さんで迷惑しずに歌ってください。早田さん、本郷さんが消息を絶ちました。何、先行していたこの二人が行方不明ということですね。アクシズに関する詳しいデータはエマさんに渡してあります。確認でき次第出発してくださいということですね。では早速エマさんに話しかけましょう。ネオアクシズへはジオン公国のアーバーオク氏から向かうしかルートがない。ソロモン氏からムンゾ、ザビを通ってアーバーオクへ行ってちょうだいということですね。すでにカミーがアクシズへ調査に向かった。でも彼一人じゃ危険、早く行って合流してあげて。カミーはゼータガンダムでしたね。では指示通りネオアクシズへ向かいましょう。まずはソロモンに向かいます。ちょっとまず徘徊します。早速マサキがいますね。よっアムロ、さっきはありがとうよ。おかげでなんとかソロモンまで来れた。それでお目当ての相手に会えたの。それがいねえんだよ。どこへ姿をくらましやがったんだ。まあ、このマサキはね、アムロ編で出会いましたよね。ではちょっと徘徊していきます。ついでにここでテクニカルポイントとかヒットポイントですね、回復しておきたいと思います。ソロモンでは特に他にイベントらしきものは発生しませんでしたので、続いてムンゾへ向かいましょう。なんかハマンっぽい人なんですね。話しかけてみます。ミネバ様、てんてんてん、いや、茶色の髪の10歳くらいの女の子を見なかったか。これ、絶対迷子になってんだ。迷子になってるミネバを探すイベントなのかな。ちょっと徘徊してみます。さて、くまなくムンゾを探して徘徊して、ミネバを見つけようとしたんですが、日もさちも行かないので、ザビ市にやっておきました。このザビ市でミネバがいないか。徘徊していきます。ん？ここにシャーとガルマっぽい後ろ姿がありますね。話しかけてみましょう。おや、君たちは、シャーか。どうしたね、こんなところで。何か困ったことでもあるんなら力になるが。アクシズへ行きたいんだが、ザビ市からバーワクー市へ通じるルートが閉鎖されてサスキーに進めない。アクシズへ行くつもりなんだ。それは無理だな。我がジオンとアクシズは今完全に敵対している。近いうちに戦争になるかもしれん。ではどうすれば。さあな、私にはわからん。アクシズの人間なら何か知ってるかもしれんが。ここまでアクシズの人間って徘徊したんですけど、ハマンぐらいしかいなかったんですよね。続いてガルマですね。ジオンのプリンスガルマ。ちょうどいいところに来た。もうじき我がジオンとアクシズの戦争が始まる。僕の活躍を見ていくかな。ということは、もう一度ハマンのところに戻ってみますか。その前にね、もう少しここを徘徊しておきたいと思います。ザビ氏もですね、くまなく徘徊したんですが、ミネバはいませんでした。なので、一旦、ハマーンのところに戻りましょう。何か話すことが変わってるかどうか。ミネバ様。いや、茶色の髪の10歳くらいの女の子、変わらないですね。困ったな。なんかイベントが始まりましたね。
さっき実はここ来たんですけど何もなかったんですが、今イベントが始まりました。男の子へ、生意気だぞ。そうよそうよ、あなた一体何様のつもり。いい加減にしろよな。子供が遊んでますよ。無邪気でいいな。バカ、いじめられてるんだよ。こら、やめなさい。仲裁に入りましたね、大人が。そうだそうだ、小遣いくれーと言ってますけど、これで飴でも買いなと言って500渡したのか。500って結構の大金だけど。で、ミネバが残ったということですね。シビアな子供たちだな。500、俺の金。お嬢ちゃん大丈夫かい。無礼者、目に軽々しく飼育触れるでかい。なんだ、助けてくれたことは礼を言う。後で褒美を取らせるぞ。ならさっきの500返してくれ。なんとさもしいやつじゃ。これね、10歳でさもしいって使えるのすごいですね。いじめたくなるのも無理はない。時代錯誤だ。言い方をする子だな。お嬢ちゃん、お家はどこだい。無礼者、世に向かってお嬢ちゃんとは何事だ。陛下と呼べ。わかりましたよ、陛下。これでいいのかな。うん、苦しゅうなる。時にそなたら空腹を覚えておらんか。上にね、たこ焼き屋があるんですよ。というわけで、そのたこ焼きの屋台のところに行くみたいと思います。へい、いらっしゃい。たこ焼き一つね。へい、何度。さあ、どうぞ、陛下。下船の食べ物ですから、お口に合うかどうかわかりませんが。うむ、こうやって食べるのか。ハフハフ、うむ、これは珍味である。ハフハフハフ。アムロ、お前、子供の扱いうまいな。ふう。うむ、満足した。アムロとやら、気に入ったぞ。そこの男と違って、礼儀も心得たよ。その他に、サーの称号は対応。ああ、貴族の社会ですね。サーとかナイトとかありますよね。さて、アムロ、どこか楽しいところに案内してくれ。陛下、お城に、お戻りになられなくて、よろしいのですか。いいのだ、世にはもう戻るべきしょうがない。訳ありみたいですね。放っておくわけにもいかんと。まあこれ、ハマンのところに送り届けるんでしょうね。と言ってたらハマンが来たな。貴様ら、ミネバ様をどうするつもりだ。その汚い手を離せ。なんだと偉そうに、お前こいつの保護者だろ。だったら、金を越せ。俺はこいつを助けるために500の金を使ったん。お前たち、ミデバ様を人質にして金を脅しとるつもりか。そうはいかん。コール、キュベレー。俺は、キュベレーとの戦闘になるんじゃないだろうか。僕たちは、別にこの子をさらおうとしているわけじゃない。聞こえるか。問答無用。ということで戦闘になりました。どうなんだろう、キュベレーの強さちょっとわかんないけど。まあ、全力で行きましょう。ウルトラギロチン使って、あとは、そうだな、ロボパンチ全力で行きます。で、ウルトラタローだけ、リライブ光線のため使っていきましょう。あー、強いな。全員攻撃ですね、キュベレーの感じ。なので、まあ、地道に、太郎で回復しつつ、みんな下座でダメージ取っていきましょう。単発の攻撃も強い。専門が超えてくるな。回復を受けると死にます、ね、となると、どうなんだろう、セブンにだけテクニカルカプセル使ってテクニカルポイント回復しちゃいましょうか。まあ、ウルトラギロチンがやっぱり一番火力が出る。ウルトラギロチンで火力を取って他のメンバーで削り、太郎で回復。これでいきましょう。いや、ロブライダーの通常攻撃もなかなかの火力が出てる。ダメージ取るのはウルトラセブンのウルトラギロチン、あとはロボライダーですね。ミニガンダム、あー、しまった、通常攻撃ハローに使ってしまった。アムロのバルカンはあんまりダメージ取らないですね。その観点でロボライダーが本当に優秀。
で、今回はちゃんとリバイブ挑戦で回復します。ぐは、強い。ウルトラギロチンで3000。おー、倒した。うん。ウルトラギロチンがやっぱり強かったですね。く、こんなところで下船の桃の手にかかって口当てるのか、アクシズ最高の夢も果たせずに、てんてんてん。アクシズ。あ、そうか。この人、アクシズの前の殺生、ハマンカンカ。前の殺生っていうことは、今、アクシズの殺生は誰なんでしょうね。それが気になるな。すると、この子はミネだ。それならあの変な喋り方も納得できるな。確かに女王様って感じだったしな。ハマーンをいじめちゃやだ。大丈夫、いじめないよ。ハマーンさん、僕たちはこの子がいじめられているのを助けただけです。誘拐しようとしてたんじゃない。そうか、私の早とちりだったか。申し訳ないことをした。ハマーン、大丈夫か。血が出てるぞ。大丈夫ですね、皆様。この程度の傷。く、大丈夫か。病院まで連れて行こう。これで見ねば救出というか探索イベントは終わりですかね。なるほど、話は分かった。アクシズへ行きたいのかな。方法はいくつかあるが、そうだな、ザビシの地下通路が良いかもしれん。ザビシに地下通路なんてあったのか。非常時の脱出用のもの。我々もそこから逃げ延びた。ただてん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 太郎ですね。大変だ兄さん、とうとうアクシズがジオに宣戦布告したよ。そうか、とうとう戦争になってしまったか。無念だ。我らが追放されていなければこのようなことはならなかった。急ぎましょう。ネオアクシズの総統は何かを企んでいるようです。この総統誰なんでしょうね。早めに手を打たないと取り返しのつかないことになってしまう。ザビシの地下通路の入り口は自然公園の万人小屋の中にある。自然公園ね。万人は私の部だ。私の名を出せば通してくれるはず。ありがとう。ただ、気をつけろ。今頃はあいつらも地下通路に気づいている可能性が高い。行ってしまうのか？ええ、ミネバ様。ハマーン様のこと頼みますよ。ハマーンさんのことですね。頼みますよ。でも、その他も気をつけてな。さあ、アムロ。ということで、これでネオアクシズへ行けるようになりましたね。まあ、ただ、ちょっと短いですが、キリがすごくいいので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ではザビシからネオアクシズへと先行していきたいと思います。